久保さん、久保さんがナイトライダーを手放すときは間違いなくあるでしょうね。だって死んだ後どうするんですか。まあマトくんが親父の車を引き継ぐっていうことだったらあれかもしれないですけどね。<laughs> まあ間違いなくどっかで手放すと思いますよ。手放さなくても自分が手放す。自分が手放れるっていうね。<laughs> だから乗れる、乗れるとか眺められるのは死ぬ間で,ですよね。死んだら眺められないんで、ナイトライダーね。 車高にナイイトライダーがある死んだら眺められないですね、久保さんね。<laughs> だからいつかはねそう、逆に言うと、親父ここの車邪魔だよみたいな。どうすんだよみたいな俺の。俺の車入れられねえじゃねえかみたいなその、そんな日が来るかもしれないですね。親父たちたちみたいな。<laughs> いや、でもこれ俺の大切な車なんだよっていうね。うん、いや、親父だったら違う駐車場を止めて俺がここ使いたいんだよみたいな。 まあ駐車場は、ね、いっぱい借りれると思いますけどあそこのポジショニングは一つですよね, <laughs> ねそうだからまあ今回のテーマはねいつか確実に手放す時が来るといつか確実に手放す時が来るとじゃあいつか確実に手放す時が来るんだったらそれはいつにするんですかって話ですねいつにするんですかとこのタイミングを持ちもし誤ったんならば うん人生の残り時間は少ないですねだから僕も34を手放さなければ新しい物語はスタートしないんですよもちろん手放す手放さないことによっても物語はあ,ありましただけどあの手放したことによって、ま、完全新しい物語ストーリーがあー始まりましたもし久保さんがマージャン店を手,手放さなかったら多分今のストーリーはないですね じゃあ久保さんは今のストーリーに満足しているのか満足していないのかおそらく満足しています <laughs> 多分今も今もねいやマージャン店は残しとこうって言ってたらね家も買えなかったでしょうねなぜならばマージャン店の赤字をずっと埋め続ける人生だからです <laughs> ネットで稼ぐマージャン店の赤字を埋め続けるマージャン店で起こる、えー、人間関係トラブルを解決する人生 <laughs> それですよねうん 僕がね、あの、鹿児島、東京離れたときに、お客さんに言われたのが、やり残され、それ吉田さん、本当にいいんですかと。やり残したことないんですかと。言われましたけど、俺の人生は俺の人生なん <laughs> でそれ、<laughs> まあ、言わなかったですけど、なんであんたに言われないといけないのと。あんたは僕の何を知ってるんだと。もう、やり残すほどないよ、と。相当、やったよ、と。じゃあ、お前はね、 10年以上ね、記憶が、会社に泊まった記憶ぐらいあるぐらい働いたことあんのかと。だから、R34 もそうなんですけど、相当乗りましたからね、多分日本で34保有してる人の中で、多分ね、結構トップクラスに乗ったと思いますよ、34乗ってる人の中では、23万キロは。うーん。もちろん、もっと乗ってる人もいるんだけども、多分限りなく少ないと思います、23万キロ乗ってる人は。うーん。 多分100人いないんじゃないですか23万キロ乗ってる人は日本1億何人いてまあ34を所有してる人も少ないですけどそんなにいないですけど相当乗ったんで後悔はないですよ寂しさはありますけどねただ新し,、えーまあ、新しい出会いまあ Z4 が来て新しい出会いこれから新しい思い出まあ今回オープンになりますからねオープンカーでねうーんなんか隣にねあの熟成乗せたりとかして 多分まあね、今ちょっとコロナあれなんですけど、鹿児島来てもらった時とか、あの、オープンカーで走って、まあ3、4じゃ作れないですよ。まあ3、4の屋根を切ったらね、自分でこう溶接して切ったらオープンカーになりますけど、そんなことしないので、まあ新しい思い出作れますよ。うん。そう。で、その新しい思い出作りも賞味期限作り、賞味期限あるので、うんあそれはね、やっぱね、 まあ孫正義さんが人生60か年計画みたいなねバーンって言ってましたけどある程度この区間はこうこうこうっていう風にある程度このやるべきことを区間で決めてやっていかないと流れますよ多分流れちゃう流れないんだったらいいんですようんそう人生はもう何だろうな僕計画しないタイプですけど全然計画とかしないタイプなんだけども人生の計画はある程度してますねでなんでしないといけないのかっていうと年取るからですよ 年取るからなんです <laughs> 年取ったら美味しいもん食えないし旅行にも行けないじゃないですかだからそこ人生の計画は立てないといけないよねとある程度ねある程度まあその通りに行くかどうかわからないけども分かってることがあるんで人生は賞味期限がついてるわけですからうんだからあのーうん、今手放さなくても久保さんは手放す時が来るともしくは邪魔扱いされるっていうね 親父の車は邪魔扱いとかにしときましょうか <laughs>。いってらっしゃい。